ハヤトの野望チャンネルへようこそ。突然ですが皆さんは自動的に動くものをお好きでしょうか？僕は毎日ね、自動的に動画が撮影されればいいのにと考えながら生活しているんですが、今日はね、自動的にキャラクターが戦ってダンジョンを攻略していくゲーム見つけてきたので、こちらプレイしていきます。早速開始。ちなみにチュートリアル済ませてあるんだけど、まずはね、職業を4つ選択するようです。ファイター、アーチャー、メイジ、プリースト、この4人で行こうかな。これはね、途中で出てくるんだよね。スタート。難易度はノーマルで、スタートします。スターになってるけど。多分スタートのこと。スター。暗くてよくわからない。ここはどこだ？待て、俺は誰だ？ここはどこだ？何をしようとしているんだ？タイムウォーカーよ、ダークワールドへようこそ。なんてありきたりな名前なんだ。そんなことを言ってられるのも今のうちだ。ここは一体どこだ？ダークワールドは時間の概念が存在しない場所だ。果てしない闇に飲み込まれるまで戦い続けるんだ。そんな陳腐な。ゆっくりとあがくがいい。いずれ思い出す。全く覚えていない。他の人に聞いてみよう。で、バトル開始です。左にいるこの4人が敵とバトルして戦うんだけど、まあ、戦闘開始すればわかるんだけど、こうやって自動で動いて戦うんだよね。こんな感じです。なんか弓使ってるな。で、戦闘で勝つと宝箱からカードみたいのが手に入るんだよね。今回手に入ったのはダメージリップル。回復効果が 50% 上がって最大 HP が100上がるパッシブと、すべての味方の攻撃力プラス8、30秒持続っていうアクティブスキルがあるんだね。もう一つは攻撃力の 110% の物理ダメージを与えながら敵を燃やす。さらに敵の防御力を下げるっていうスキルだね。で、これ手に入ったら、これをですね、こんな風に味方につけるんだね。そうすると、そのスキルを使って次のマップから戦える。こうやってパーティーを強化しながらダンジョンどんどん攻略していくゲームなんだよね。で、次はどのポータルに入るかなんだけど、青は全部通常ポータルだね。でね、なんとなく何が手に入りそうかみたいなのが見えるんだよね。フローズンストライク、なんか氷系の攻撃か、敵を殴れば殴るほど自分が回復されるやつ。これいいんじゃない？真ん中行ってみようか。はい、というわけで戦闘開始。さあ行け。ちなみにチュートリアルでちょっと強くなったんだよね、この HP だけ。なのでスーパー新人みたいな感じのキャラクターになってます。はい、ヒーリングストライク、敵を殴れば自分の最大体力が上がるスキルと、フューリーパワー、あ、これも自分の最大体力が上がるやつだね。あとは敵に殴られれば殴られるほど攻撃力が上がる。よし、じゃあ HP につけとこうかな。で、ポータルを開く。青は普通のところで、紫はね、ちょっと強い敵が出てくるところのはず。フレームブラスト。魔法スキルを5回発動すると火球を発射するって。魔法スキルっていうのは、どれのことなんだ？あ、この魔法スキルっていうのは別に持ってないとダメだね。ヒーリングストライクも、ファイアストライクも物理系スキルだから、すぐには発動できないな。まあいいか、これ行ってみよう。はい。さあ、エリートモンスターとの戦いです。レベル12なんだけど、勝てるか？ちょっと強いやつを先頭にして、さあ行け！殴れ！勝てそう、勝てそう、勝てそう。いいよ。はい、勝ちました。オッケー。パーフェクト。強力な奇跡だ。転職アイテムだ。だが、スキルは飛び去った。どういうこと？あ、スキルなし。あ、めっちゃたくさん出たけど、全部取って。これ、なんか、合成したら強くなるんじゃないの？あ、再作成になっちゃった。どうしようかな。じゃあ、4人目をプリーストにしようか。ヒーローをプリーストに。あ、待て待て待て、プリーストとファイターになれるやつを合体させればパラディンになれる。なんか上級職みたいのできるっぽい。あ、来た。なんかいきなり上級職できてしまった。どうしよう。じゃあ上級職にするか。じゃあ 2P を上級職に。ドゥルン、 HP1500 強すぎんか。やばい。じゃあ残りの2人はファイターにしとこうかな。はい、ファイター、ファイター。めっちゃ脳筋パーティーになったんだけど。ポータルを開く。次どこ行こうかな。シールド、縦系は結構いいんじゃない？縦行ってみよう。フローズンシールド。あ、黄色は宝箱がもらえるだけのポータルだ。フローズンシールドと最大 HP が500増える強化本だね。こうやって使うと HP2000 になりました。最強なのでは。縦も装備させようか。で、ポータルを開いて、どれにしようかな。戦闘開始時に自分の体力が減るけど攻撃力や防御力などが上がるバフをつけられる。これめちゃ強くない？めちゃくちゃ強い気がする。あ、でも5秒間だけか。5秒ってどうなのよ。5秒取ってみるか。5秒間だけでも強くなりたい、俺は。さあ、敵が現れたんで、パラディンを正面に置いて、あとの奴ら後ろでいいや。よし。さあ行け！
パラディン別に火力がめちゃくちゃ高いわけではないから時間かかってるな。まあアタッカーじゃないからしょうがないね。なんかさ、この骨がうろうろ逃げ回ってるの何これ。はい。はい、圧勝でした。パーフェクト。さあ次は、あ、またファイター手に入ったんだけど。あとレベル2のスキルなんか来たね。最大 HP200。自分の2マス以内の全ての敵に攻撃力の 150% の非属性ダメージを与え、燃やす。いいじゃん。これいらないな。こうして、これつけてみるか。はい。ポータルを開く。ちなみに同じスキル3つ集めると合成して1ランク上の同じスキルが生まれるんだよね。かなり効果が上がるんだよね。そしてそれは。あー、シンプルにこれ強いと思う。攻撃力プラス20。これを取りに行こう。ちょっと火力不足だな。多分ね、このファイターってタンク役なんだよね。なんか火力が低い気がする。ちょっと間違えたかもな。アーチャーとかそういうのが火力あると思うんだけど。あとは魔法使いとかね。攻撃力プラス20、これ欲しいな。なんか適当につけとこうか。ポータルを開く。お、レア来たぞ。攻撃力の 60% の物理ダメージを3回与える。いいじゃん。エリート来たけど正直我々にとっては問題ない。最低強いぜ。全然体力減らないんだけど。パラディン最強か。よし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 、はい、勝ちました。さあこれでまたいいものが手に入るはず。あ、来た、アーチャー。え、じゃあアーチャーになりたいよね。一人アーチャーにしよう。はい、一人アーチャーに再転職しました。ダメージを5回受けるたびに敵に自分の最大 HP の 7% のダメージを与える。これはめちゃくちゃ強いと思う。取ろう。これいいや。よし、ポータルを開く。さあ、今回は。あ、また本だね。なんか適当なスキル載せとくか。今度は最大 HP プラス500。じゃあ、こいつにつけるか。もう HP 2700なんだけど。こいつの4倍やら。っていうか、こいつまだスーパールーキーだから、転職させた方がいいかもな、ルーキーから。でもルーキー遠距離攻撃っぽいんだよね。このままの方がいいかも。あ、回復スキルだって。ジェントルレイン。これ取ってみるか。敵が強くなってきたら回復が必要かもしれん。いらんと思うけどな。パラディン最強すぎて。あ、ちょっと待って。こうかな。よし。前衛2枚、後衛2枚でいくぞ。再起。アーチャー強くね。待て待て待て。アーチャークソ強いんだけど。スーパールーキーとは何だったのか。ちょっと待って。スーパールーキーいらねえかも。スーパールーキー後ろでうろうろしてるだけだった。よし、前ファイターになれ。で、めちゃくちゃ強い。じゃあなんかもっとつけたいな。トリプルスラッシュとか、攻撃力プラス20とかつけてみようか。これでめちゃくちゃ火力は上がったぞ。よし、オッケー。また回復か。まあでもいいかもね。よし、またタンク3枚になりました。マジ脳筋なんだが。え、なんで近づいてんの。待て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 。弓を撃てって弓を。なんで接近してんだよ。アーチャーがよ。スキル使おうとしてるのか、これ、ひょっとして。スキルを使おうとして接近したっていう可能性よくわかんないな。ちょっとこれ外して試してみるか。遠距離攻撃してくれなかった理由があるのかもしれない。さあ、ポータルを開く。お、来た。いやー、エピック的、助かる。じゃ、マジで、あ、遠距離攻撃してる。いいじゃん、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 いいじゃん。トリプルアタックのせいだったのかな。はい、圧勝でした。ちなみにね、戦闘終了後のこの一番下の数字で誰が何に何パーセント貢献したかが見えるんだよね。剣のマークが全体の何パーセントのダメージを与えたか。アーチャーが半分近くのダメージを与えてるのがわかるね。盾が何パーセントのダメージを全体で食らったか。この 3P が8割のダメージを受けたってことだね。緑のプラスがどれぐらい回復したか。アーチャーもう一人いてもいいんじゃねえかって感じするな。よし、じゃあ 1P もアーチャーにしてみよう。アーチャー二人体制で。ちょっとこれ入れて接近戦になってしまうか試してみよう。さあ次に行くぞ。あ、次は全部黄色だ。黄色は宝箱だっけ？いいのあるかな？これ行ってみるか。はい。攻撃力プラス8の本。よし、こいつに使おう。回復なんていらんだろう。火力で行くぜ。ポータル。自分の体力が回復するスキルとか。まあ、ちょっと回復系も一応取っとくか。ボス戦で困るかもしれんからな。さあ、これでね、この 4P が弓打ってくれるかどうかだな。あー。なんで接近戦してたか分かった。書いてあるここに近接って。これのせいだよ。これ接近戦用だからあかんのだ。なるほどね。
もう遠距離スキルがないな。アイスシャックル射程6。あ、これいいね。これつけとくか。よし。ルールが分かってきたぞ。もう一個なんかスキルつけとかないとな。これつけとくか。最初だけ強くなるスキル。いや、真ん中のこの隙間微妙だな。邪魔だな。戦闘開始。さあ、撃ちまくれー！アーチャー軍団よ。圧勝でした。アーチャー強すぎんか。はい、これ全部取って、来たー！回復効果のスキル3つ揃ったんで合成できます。今、回復を5回発動したら、すべてのヒーローの HP を30回復とかなんかそんな感じなんだよね。回復効果プラス50。合成すると、回復効果プラス 100%! 威力が2倍ぐらいになりました。ただ、まあ、いらんっちゃいらん。いらんのよな、そんなに。これ下ろしちゃおうか、近接スキル。強いんだけど、アーチャーの火力で十分足りてるから、なんかもう火力いらないかもな、光栄は。よし、行くぞ。このままアーチャー軍団で何とかしよう。さあ行け！おら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 。ちょっと後ろに回り込んでくる連中が少し厄介なぐらいだな。はい、勝ちました。パーフェクト。緑ってお店だったかな？あ、店だね。ちょっとさ、ここで、なんかこう、3つ合成できそうなやつがあったら3つ合成したいな。とは言っても被ってるものはあんまりないか。結構お金あるんだけどね。これとこれと。あ！合成できるじゃん！やったぜ！はい。はい。はい。合成！ 2 本の矢を放ち、攻撃力の 150% のダメージを与えてアーマーブレイクをつける。激強です。そしてスキルが空いてしまった。なんかこのお店あれだな。今俺たちが使ってるようなスキルがすごく出てる気がする。あ、ダメージリップル。これもアップグレイいけるぞ。合成レベル2。すべてのヒーローの攻撃力プラス15。これバリ強いぞ。無料更新。あ、あんまりいいの来なかった。さっき運が良かっただけか。よし、行こう。次へ。あ、ボスじゃん、もう。まだまだ準備しようとしていた。え、ボスだよな、赤って多分。違うかな？中ボスとかか？さあ行きます。またここに来るとは思わなかった。今度は手加減しないぞ。お前のように自分の失敗言い訳できる奴は初めて見た。どうやってここが出るかといえばすぐに話してやる。どうしよっかな。まあ、シンプルにこうじゃない？さあ行け。あ、結構タフい。あ、でも弱いよ。ザコメ。あ、え？まだ続くんだこれ。防御力プラス20。で、パラディン強くしよう。まだ続くっぽい。そうか。あ、ダンジョンじゃなくて砂漠に出たぞ。でも俺たちの戦術は変わんないんだわ。これパーティーメンバー増えたりしないのかな？多分、増えないよね。下の画面の枠的に明らか4つまでだよな。あれ、ちょっと待て。魔法使い手に入れたよな。一人明治にした方がいいのでは？いや、どうなんだろう。一人明治にするか。はい。アーチャーを明治にしてみました。どう変わるのか。よくわかんないけど。このさ、物理スキルっていうやつは合わないんじゃないの？明治には。あ、魔法スキルっていうのあるからこうしてみようかな。強いかな。よし、次だ。紫、大丈夫か？砂漠の色でちょっと色が違う感じがする。魔法使い、初陣です。さあ行け。魔法打ってる。どう？火力出てんのか？どうなんだ？全然。見た目にはわからないけど、下の数値を見ればわかるはず。うん、弱い。ちょっと待って。アーチャーが強すぎるのかな、これ。逆に。お、またメイジ出てきた。まあ、その可能性はあるよな。アーチャーが強すぎてしまっているだけ。ポータルを開く。あ、フローズンブラスト。これは魔法系だね。ヒーリングショットに回復を発動。回復か。なんか、もう回復いいかなって気がしてきてるな。これは攻撃力プラス8。もう全部アーチャーにつぎ込むしかないだろ、こんなのも。ここまで来たらさ、しょうがないよな。戦闘開始だ。よしよしよし。なんか、無難にいけるようになってきたね。はい。そしてここでまたレベル1のフレームベイン3つで合成、レベル2になりました。だレベル2はもう持ってるんだよね。どんどん行こう。何この木。なんだよ、これ。避けていけってこと？戦闘開始。あ、なんか微妙な動きしてる。パラディンが下でうろうろしてる。お前戦いたくなかったのか。頭あんま良くないぞ、このパラディン。お、魔法の宝箱だ。防御プラス20、防御プラス20。全部パラディンに使え。防御力140になりました。
ちなみにウォーリアー40です。下がりすぎだろ。ちょっと強そうなゴブリンもどきが出てきたな。まあ勝てるだろう。負けようわけがないのだ、この俺の防御力でな。あ、ちょっと辛いかも。魔法に弱いのか。まあでも回復してる。はい、圧勝でした。ちょっと危なかったね。何かで回復したけれど、正直謎の周りの敵を燃やす魔法を装備するぐらいなら防御系取った方がいい気がするね。これいいかもね。リバイブブレス、1秒ごとに HP が回復する。よし、ちょっと火力は下がったけど、これで回復力は上がったはず。どこ行こうかな。ヒーリングショット行ってみるか。治療の攻撃、アーチャーが治療してくれるんじゃないの、これがあれば。全部取る。ヒーリングショット、攻撃速度も上がって、通常攻撃を4回した後、すべてのヒーローユニットにヒールミサイルを発射し HP を10回復。10じゃ意味ねえんだ。防御力を上げよう。さあどんどん行こう。ちなみに戦闘倍速できるみたい。もう倍速でいいんじゃないか、雑魚戦は。よしよしよし。あ、結構魔法使いダメージ与えてる。いいじゃんいいじゃん。全部取る。ポータルを開く。エリート来たな。さあ行け。まずいウォーリアがやられる。ヒールしたのか。ヒール1回だけ使えるみたいな感じかな、これ。発動、回復、発動。あ、違う違う。回復が5回発動したら、すべてのヒーローの HP を60回復っていうのが発動するんだ、これ。誰かが回復を5回発動させないといけないのか。つまり、そういうことか。いやー、外したくないな、どれも。でも外すならこれかな。ヒール入れるならここに入れてみよう。ちょっと回復寄りになってきたね、構成が。リバイブブレス。1秒ごとに HP が10回復。あ、このリバイブブレスで回復発動するかもな。リバイブブレス回復を5回発動後だから、これ同じやつがつけてた方がいいのか、ひょっとして。ちょっとフローズンシールド外して、ここにジェントルレイン。もうヒーラーにしてしまおう、こいつを。で、ちょっとこいつは頑張って守る。頑張って守りを固めよう。頑張って守ってくれ。お前自分の命を守りさえすればいい。よし、行くぞ。リバイブブレス集めてもいいな。あ、これブレイズリーフ2か。2の方がいいかもね。はい。本、防御力20。もうすべて同じやつに注ぎ込んでいく。あとこのブレイズリーフレベル1が2枚あれば、レベ3にできるのかな、ひょっとして。まあそう都合よく来ないよな。あ、このマジックバレットって素直に魔法強くなるやつじゃん。これ取ろう。戦闘開始。さあちょっと回復寄りにしたけど、どうかな。いいねいいね。かなり回復できてる、アーチャーで。火力も出してる。優秀だな、おい。ウォーリアだけだ、足引っ張ってんの。足引っ張ってるって言ったらちょっとかわいそうだけど。スキルの枠の周りが緑色になってるのはどういう意味があるんだろう、これは。ちょっとレアとかそういう感じかな。はい、パーフェクト。キュピーン。ファイヤーストライク2。攻撃力プラス 20%。敵にアーマーブレイクを付与できる。いや、悪くないんだけど、近接アタッカーいないんだよね。完全に腐ってしまっている。もう前衛はタンクで後衛がアタッカーの方がさ、まあ、バランスはいいよな。ウォーリアが時々死にそうになってるな。正直ウォーリアもういなくても大丈夫かも。そんなにいる理由がないかも。合成、はい、ダメージを4回受けるたびに単体に自身の最大 HP の 8% ダメージ。 8% ダメージで240ぐらいなんだよね。まあまあだな。でもなんかめちゃ強いと思ったけど、そうでもないのかもね。さあ次はお店。久々に店来たぞ。さあなんかいいもんないかな。なんかこう合成できそうなものは、ちょっといらないもの売るか。売ったりして整理した方がいいな、ここで。よし、だいぶ整理できたぞ。さあ買えば合成できるもの。あ、マジックバレット買えば合成できるじゃん。やったぜ。はい、合成。これで少し強い魔法使いになれたかもしれない。さらに、サバイブウィルがあれば、合成できるね。レベル2になれば使えるかな？合成。防御力プラス30。なかなかだな。悪くない。どれか捨てるか。スピードブーストいいや。こっちにしよう。防御30。回復効果プラス100。防御30。これで結構硬くなったぞ、こいつ。防御90まで来ました。パラディンは150です。結構差あるな。思ったより差あったけど、いいでしょう。まだ許せる。店のランクを上げてみようか。昇級。チート級みたいになってるけど。昇級。あ、来た。ヒーロー名人転職させるアイテム。いや、でも、いる？いらないよな。別にいらない気がする。むしろ今欲しいのは、
今現役で使ってるスキルは買っていきたいな、どんどん。バーニングファイヤー欲しいけどな。さらにワンランク上げてみた。あ、プリースト来た。え、プリーストっていた方が強いんじゃない？光栄3人はいらんよな、正直。光栄3人はいらんと思う。さあ、これで、はい、合成。レベル2ダメージリップルになったんだけど、ダメージリップルレベル2がもう一つあるんだよね。もう1ダメージリップル手に入らない限り、使い道がないな。ちょっと遠すぎるな。そもそもこれ、次ボス戦だよな、店ってことは。次で終わりだったらどうなるんだ、これ。完全にこの買い物無駄だったことになるんだが。まあまあ、いろいろ買っとくか。お金残しても仕方ないからな。無料更新。バーニングファイヤー来たな。バーニングファイヤー合成できるじゃん。よっしゃ、合成。合成。いや、もう一個ウォーリア転職を引ければ、プリーストと合わせて、もう一人パラディン作れるんだけどな。なかなか、ままならないですね。そういうもんだよな。お、これで、フローズンブラストもレベル2です。よっしゃ。いいじゃん、いいじゃん。あ、ちょっと待て。葉っぱが3枚で、レベに3つで、来た。合成、レベ3。ブリーズリーフレベル3。なんか多分強い。攻撃速度が上がるんだね。こいつに装備してみよう。これでアーチャー強くなったかな。よし、行くか。ポータルを開く。さあ、ボス戦だ。あ、明らかにノーマルのラスボスじゃね、これ。待て待て、どこで終わりなのか分かってない。勝てるかな、これ。あ、行ってみるしかないよな、でもな、これで。はい、前頭開始。やばい、ウォーリアが死ぬ。ウォーリア死ぬな。あ、はい、勝ちました。早っ。一瞬なんだけど。やるかやられるかみたいな。難易度ハード解放おめでとう。新たなエリアとボスに挑戦しよう。はい、これでまたね、パーティーの強化をできるんだよね。何しようかな。初期ゴールドが増える。プリーストのスキルがこれ強くなるのかな。どれがいいんだろうね。これ取ってみるか。プロの祈り、よくわかんないけど。あと医療保険。お、次の階層アンロックされたぞ。グリード、高レベル職業、ベテランを解放する。これ良くない ?5000 かかるけど、めっちゃ強いと思う。あ、エルダーアサシン。これはアサシンが強くなるのか。いや、クラスのアンロックは、大事だと思う。ほらー !5000! これでファイターも強くなったぜ。あ、待て、ファイター3つでなれるみたい。ベテランは。ちょっと遠くない？なんかシンプルにアーチャーの強化とかしといた方が強いかも。これは、悪くない。安いのやっとくか、安いの。さあ、次行こう。次は、あ、パーティーどうしようかな。正直ね、アーチャーメイジプリーストって被ってんだよ。だからね、スキルがもったいないんだよね。だメイジ抜いて、アサシンにしてみるか。ハードモード、スタート。さっき死んだんじゃないのか。なぜまたここに。悪夢は始まったばかりだ。よし、じゃあまた戦っていこう。もう最初はな、ルーキー4人だからな。ほら。まあ、最初は楽勝なのよ。パーフェクト。はい。全部取る。あ、レッサーヒール。いきなりあるんだね。じゃあ、4につけとこうかな。攻撃速度が上がって、攻撃を5回するたびに、攻撃力の 150% の氷属性ダメージを与える。いいじゃん。リバイブブレス。これは、自身の回復だね。ポタロ開く。さあ、ここでどれを取っていくかが大事だな。防御プラス10。あ、2マス内の全ての敵を挑発する。これ強いと思うんだよね。敵の攻撃を一手に集めるやつがいれば、そいつがね、パラディになれればもう勝ちでしょう。よし、挑発取りに行こう。行くぞ！魔力の宝箱だ！スキルが属性書に変換された。防御力20。じゃあ防御力は 2P に。はい。攻撃力プラス8。攻撃力は3に。よし。だから2がタンク、3がアサシン、4がプリースト、1はなんか予備。アーチャーかな。もういるんだけど、エリート。勝てる？勝てるよね。おら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 。ま、さすがにな。もう何でも勝てるでしょうって感じ。あ、いい。いいもん欲しいな。お、いろいろもらえた。オーバーロード。戦闘開始時にちょっとステータスが下がる代わりに移動速度などが増える。はい、アサシン来ました。シュイン。これでどうなるかだよな。これでどこまでやれるか。さあ、行こう。近接物理攻撃スキルか、通常攻撃が強くなるか、ヒーリングショットかな。攻撃力プラス8。
アサシンの火力そんなに上げてもどうなのかなっていう感じはするんだが、ダメージリップル、サバイブウィル、自身にサバイブウィルを付与。自分が回復できるやつだね。シャドウダガー強そうじゃない？シャドウダガー。なんかこれアサシン専用スキルっぽいんだよね、シャドウダガーって。取ってもいいかもね。さあ行くぞ。アサシン早っ！やば！移動速度プラス 100% のスキルつけたらくっそ早いんだけど。最初だけ。やばいやばいやばい。このシャドウダガーって敵に攻撃するたびに弱くなるのか。あ、でも元に戻るだけなんだね。つけてみるか。最初だけちょっと強くなるやつつけてみました。正直、どんなもんかなって感じだけど。よし、行くぞ。魔法はいらないと思うんだよね。マルチアイスショット。氷の遠距離攻撃か。物理の遠距離攻撃。まあ、これかな。アーチャー一人は欲しいもんな。めちゃくちゃ強かったから。いやー、転職書が出ない。さあ行け。足早すぎ。マジで早すぎるぞ、アサシン。全部取る。もうあとは適当につけとくか。ポータルを開く。さあ、エリートです。アサシン、足早すぎて狙われないか不安なんだけど。もう早すぎて何が起こってるかわからないレベルだったから大丈夫だった。勝ててるうちはいいのよ。来たー、アーチャー。じゃあプラン通り一番左をアーチャーにして、このままアーチャーとして育てていこう。あとは、フローズンストライク。近接物理だね。これ強いな。よし、これで OK。次は、ジェントルレイン。イビルコベナント。なんだこれ。自分の体を燃やしながら、ちょっと自分が強くなるみたいな感じか。なんかいまいちだな。ジェントルレイン使うか。さあ次だ、行け。もう何が何だか。序盤はとにかく貯めていくか。ああ、でもなんか強いのと弱いのが分かってきたな。シナジーないやつ弱いな。はい、パーフェクト。一体目のボスまではこのままスルスル行こう。よっしゃ、来たー！合成タイム。合成、ビローン。アイスソーン、レベル2。え？なんかでかいのがいっぱいいるんだけど大丈夫これ。さあ行け。まずい、アサシンが狙われている。でも回復できて大丈夫でした。はい、プリースト来た。いや、プリースト来たんだけど、プリーストとウォーリアでパラディになれるから、きつくなるまで転職しないでちょっと頑張ってみようか。ファイヤーストライク、アーマーブレイクあるから悪くないかもな。いや、こっちでね。どっちもいらん。ボギルク20。よし。もうルーキーがタンクやってんのがやばいよな。出ねえんだわ、欲しいのが。しょうがないよな。いや、欲しいのがない。まずいな、これ。アサシンが突っ込んで死にそう。まあいいか。ほら。強い突っ込んで死ななかった。突っ込んでそのまま勝利したんだけど。よし、シャドウダガーだ。シャドウダガー集めろ。ほらー、ほらほらほらクソゲーやってる。お、来た来た来た。はい、合成タイム。これかなり強くなるぞ。合成、シャドウダガー。ああ、そんなめちゃくちゃ強くなるかというとそうでもないけど。いや、でもこれ開始直後クリティカル率プラス 30% だから強いぞ。強い強い。これは強い。タンク役にもうちょっとなんかマシなものをつけてやりたいんだが。じゃあ、なんか殴り系でもつけとくか。最強アサシン、すべてを抹殺するのだマジで。なんでこんな強いんだ、こいつ。はい。緑だから見せ。ということはこの後中ボスだな。欲しいのあるかな？ブリーズリーフ。ヒーリングショットは多分結構いいと思うんだよね。こういう時は昇級していけばいいのでは？昇級。あー、買えねー！ちょっと待って！ファイター出たから何としても欲しいんだけど。いくらで売れんのこれ。30。いや、買えないわ。なんてこった。これ次の店まで残っててくれんのかな？どうなの？我が暗黒の領土を犯す者は必ず倒す。いや、絶対君には無理です。おめえには無理だ。さあ行け。あー、やられた！マジか！マジで！瞬殺された！やられた！のー！ウォーリアがいなかったせいか。なんてこった。そうか。ポータル更新とかあるじゃん。これいいな。職業バーサーカー解放とかも、なんかこういうのもちょっとやっていかないと。ダメなのかもな。ストロングヒールとかも欲しい。もう一度だ。いや、アサシンは別に弱くなかったな。何があって、ファイターが引けなかったのがちょっと良くなかったかな。プリーストも残してたもんな。
ハード。もう一度だ。いやー、なんかスキルの選択もちょっと良くなかったのかな。終盤を睨んでいた、正直。何も考えていなかった。序盤のことなんて。どうせ簡単だろうと思っていた。てか、ボス戦だけ急に難易度上がりすぎなんだよ。どうなってんだよ。マジで。急によ。エリートだからといって必ずしも挑むのも違うのかもな。でもエリートいいもんくれるんだ。オッケー。早速アーチャーもらったけど、ちょっと 4P アーチャーにしてみよう。ここで分けてみよう。どんどん強化していかないと勝てないということはよく分かった。最大 HP500 きたー。これでもう強い。そういう強くなり方でいいの？あ、なんか敵はちょっと硬い気がする。アサシンがいないせいか？よし、ここまでは順調。ここまでは勝てている。防御力5とかなんだよなー。5じゃきついよなー、そりゃ。防御力上げてった方がいいのかな。どっちを上げるべきか。アーマーエンハンス。これだな。ルーキーたちの防御をちょっと強化していこう。しばらくはルーキーのまま戦うことになりそうだからな。てか、ルーキー弱いから何でもいいからさっさと転職させて、パラディンとか狙わないようにしたいと。さっきたまたま連続で引けたからよかったけど、本来ならあんなはずではなかったんだよな、きっと。さあ、行くぜ。いいね、ちょっとタフになってきたね、防御上げて。悪くない、悪くない、悪くない。さあ、次。プリースト来たー！来ちゃったけど、どうしよう。じゃあ、3P をプリーストにしちゃおう。えい。まあ、なんかそういうのでもなんとかなるんじゃないか。この葉っぱは攻撃力と攻撃速度が上がってスピードがアップする系だね。ちょっと変則的な構成になってしまったからどうするか考えないとな。よし、次だ。宝を拾った。 HP500 きたー。よし、これでもうこの2人目のルーキー、こいつに全てを託そう。お前が全ての攻撃を止めるのだ。あとのことは知らん。こういう配置だよね。だからね、こう。大丈夫かこれ。こうだね。こいつが生贄。一人だけルーキーなのに。さあ行け。あ、でも耐えれてる、耐えれてる、耐えれてる。いいじゃん。悪くない、悪くない、悪くない。全然悪くないよ。ちょっと、絵面はやばいけど。民間人を盾にしてる勇者ご一行みたいになってるけど、悪くはない。もうちょっと後ろにいてもいいのでは？さあ行け。いいじゃん、いいじゃん。届く、届く、届く。こっからでも届く。大丈夫だ。よしよし。こいつが耐えきれなくなったら決壊します。完全に決壊します。さあ行け。いいぞ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。よしよし、でかした。またプリースト？二人はいらないのよ、プリーストって。防御系来たから防御系入れていこう。よし、次だ。行くぞ。はい、宝箱のみゲット。攻撃力プラス8。じゃあ、アーチャー。またアーチャー頼みの戦い始まったなって感じするな。なんかもっとないのか？いや、魔法じゃなくて、攻撃アップじゃなくて、ダメだ。欲しいのないな。もうちょっと後ろにいてもいいんじゃねえのか？行くぞ。あんま変わんねえな、正直。あー、いや、圧勝でした。お、来た来た来た。合成からの、はい。スキル2つもレベル2にできた。これは強い。ポータルを開く。リバイブブレス。1秒ごとに HP が10回復と、1秒ごとに HP が40回復。めっちゃ回復するじゃん、これ。これ絶対強いと思うんだよね。さあ、行け。よし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 。民間人が殴られてる間に後ろから殴るのだ。ポータル。ヒーリングショットだな。ちょっと後ろすぎて届きにくいから少し前に出そう。さあ、行け。まずい！上で狙われてる！くそ、民間人を狙えよ。卑怯者め。よし、いいぞ。いやー、なんか職業所が欲しい、職業所が。あー、店まで来てしまった。ということは、いや、待てよ。ここで昇級すれば、一応誰か転職できるな。ウォーリア出るかもしれない。はい、昇級。来たー！はい、勝利。あ、あー！やったぜ！来たー！はい、勝ちました。これは大勝利すぎるだろう。あとこれ多分200で売れるよな。いいね、いいね、いいね。これでまあちょっと買えるぞ、何か。さあ、これで勝てるかどうかだな。微妙なとこだ。さあ、勝てるかな。とにかくこいつにはパラディンを当てて、もうあとはもう、頑張るしかない。さあ行け！耐えろー！耐えろー！あ、やばい、耐えれない！耐え、む、よし！いける！よっしゃー！なんとかなった、なんとかなった。なんか最後の方で急にモリッと回復したけど、
パラディンのスキルだよねきっとね。 HP が初めて5割を切った時に全ての味方の HP600 回復、これだよこれこれ。いやパラディンマジ優秀、なんかパラディンいないと何もできない何かになりつつあるパラディンゲー始まっちまったよ、何なんだよこれ。よし行くぞ。欲しいの特になし。ポータル更新いいの来たか。あこれ欲しい、トーンと挑発、敵をパラディンのところに集めればいいのよ。天才か。あなんかちょっと狭くなった。さあ砂漠です。敵がタフい、まずい、公園に取り憑かれている。頑張れ頑張れ、よし、全部取る。よしちょっと挑発つけよう。いいね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 。いやーこのスーパールーキーをウォーリアにするかどうかでめちゃくちゃ悩むけど、ウォーリアにしても役に立たんのよな多分。ボタルを開く。あリバイブブレスの方が欲しいかも俺いやでもエリートのとこ行ったらなんかいいこと起こる時あるんだよな多分。敵のヒーラーが、敵のヒーラーが鬱陶しい。このジジイ最初に狙わないとダメだ。やっぱアサシンだな、アサシンにしてヒーラー狙わないと。強力な奇跡だ、転職アイテムだ、だがスキルは飛び去った。うわーそんなにいらねえってえこれさアサシンアサシンアサシンでスーパーアサシンなんねえの、そんなにいらねえってバカじゃないの。はいアサシンになりました。そんなにいらないのよ。よし行くぞ、ちょっと状況変わったなって感じ。HP プラス500、よっしゃーパラディンがタフになりました。さらによし行け、足速いぞよしよし、やっぱアサシン強い、アサシンなかなかいい。いやでもアサシン何つけるか悩むな。これだな、ちょっとバフしよう。さあ次だ、おトーントがある、挑発しよう。敵をとにかくパラディンに集めていく作戦で、さあ行け、いいぞアサシン。ちょっと安定感上がったな、やっぱ全員転職したことでだいぶマシになったと思う。いけるか、あよし、じゃあアサシンにこのジジイやらせよう。で下は耐える3人で、さあ行け、そっちじゃないって、そっちじゃないって違うのよ、違うんだって、まあ、後ろのジジイをやれよ。よそう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 、そういうこと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 これやばいぞちょっと、どうにもなんないかも。ちょっとね良くないですねって感じですね。こっちの方がいいな、クリスタルアーマー。よし久々のスキルアップグレードだ、これでヒーリングショットを合成。攻撃力8、あちゃあ、ちなみにずっと見てないけど誰が今火力出してるんだ、ちょ次のバトルで見てみるか。出たなマジ、後ろのジジイが厄介なのよ。ほら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 、あもうシンプルにアーチャーとアサシンがダメージ出してる。アサシンも強いねこうしてみると。ただアサシン近接だからちょっと怖いんだよね、なんかいきなりポロって死にそう。敵多くない再現、アサシンちょっと敵強くなったらすぐ死ぬぞ多分これ。大丈夫か、むしろよく生きれているさあ次だ、どんどん行こうどんどん行こう。あートーントがある、でもヒーリングショットでもいい。いやエリートはなんか結構いいことが起こる、とにかくこの二人のジジイを狙えよいけ、いいよ、ヒーラーさえ先に落とせれば全然いける。ボタロ開く、サバイブビルそんな強さ感じないんだよな。あでもどんどん HP 回復していくじゃんこれ、悪くないな。これ行ってみよう、よしちょっと交代。アーマーブレイクなんてつけてもな、敵柔らかくなっても時間さえかければ勝てるからな。さあ行くぞ、やばいアサシンがマジマジギリギリで戦っている。よし来たアップグレード、さあこれはかなり強くなる、火力がシンプルに上がるね。この3ついるアサシンどっかで売ることになるんだろうな、悲しいな。最大 HP500 パラディン、アサシンの方がいいのかもしれないけどちょっとぐらい固くしてもな、死ぬ時はすぐ死ぬからなどうせな。ナイス素晴らしい、速攻で突き進んで敵のヒーラー倒して、またアサシンなんだけどそんなに、いやー魔法使い良すぎる。ちょっと2部隊に分かれよう、アサシン&ヒーラーチームとパラディン&アーチャーチーム。これアサシンはヒーラー単体つけないともうどうにもならん。さあ行け、やばい死ぬ、耐えた耐えた、つけてよかった、プリーストつけなかったらとてもじゃないけど無理だった。もう本当に危ないよ、ギリギリだったよギリギリ。こうしたら再作成でランダム1個出てくるのかな、えい
アーチャーになった。まあでもアーチャー使わないからな。そうか、職業3つで再作成で一応狙いを探すことはできるんだね。今のメンツで俺はクリアを目指すぜ。死にそうだけどな。いやー、またボス戦じゃん。もうちょっと、もう今のメンバーで行こう。とにかく買えるものは買おう。ジェントルレイン、回復を5回発動後全てのヒーローの HP を30回復、目標がリバイブ状態の時さらに HP が15回復。これいいな、ジェントルレイン。よし、これでめっちゃ回復できるようになったぞ。一回昇級しとくか。まず葉っぱだな。よっしゃ、葉っぱこれでレベル3です。バリ強。他に欲しいものはこれ欲しいな。スピードブースト、リバイブブレスも欲しいな。これでまだお金あるんで昇級、もうワン昇級すれば、あ、トーント、よっしゃー、これで挑発がレベル2。今2マス内の敵を挑発なんだけど、これで4マス内の全ての敵を挑発。これでかなり敵を集められるようになった。めちゃ強いと思う、これ。もう劇的に変わると思う。あとは今使っているスキル群を、あ、ヒーリングショットレベル2じゃん、やった。スピードブースト、スピードブーストが合成できる。結構やっぱ今使ってるやつが出やすくなってる気がするな。残り1400円しかないのに昇級してもな。職業売るか、持っててもしょうがないだろう。ここで昇級レベル2はない。まあそうだよな。いい、まあ別にそんなに期待してない。無料更新、いろいろ買えそうだぞこれ。使ってるやつを買い溜めていけ。はい、来た。レベ3までいけばかなり強いと思われる。こんなもんだな。よし、ここまでにしとこう。さあ果たして勝てるんでしょうか。これが今の俺たちの最高の組み合わせだ。リバイブブレスレベル2、いいね。さあ行くぞ。これがノーマルのボスだからこの先まで続くんじゃないかなと思われるが、果たしてどういう配置にしようかな。いや、これでさあ行け。おらららら、やばい、死ぬ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 、アサシンが死ぬ。よし、耐えた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 、おっしゃー、なんとか耐えたぞ。危なかった。攻撃力8。あ、ちゃ、いや本当にさ、ギリギリなのよ。ちょっと HP 上げればよかった、アサシンの。俺が間違ってた。 HP500 絶対アサシンつけるべきだった。まあでもギリギリで生き残ったんだったらパラディンにつけてよかったってことになるんだけども、さすがにならねえわ。さあ、お、雪ステージだ。めちゃくちゃ狭い。どうしよう、もうどうもこうもねえわ。行くしかない。タフだなー、こりゃきついぜ。でも回復が間に合ってるからなんとかなってるね。あと挑発スキルで敵を固めることができている。え、そういうパターンもあんの。マジで、どうしよう。こうだね、もうこれで行くしかないね。じゃあ行くぞ。左速攻で決めてくれよ、行け。よーし、よし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 、完璧。いいじゃん、アサシンできる。次だ。はい、 HP 来てくれ。攻撃力8。アサシンの HP 上げさせてくれ、頼む。この通りだ。さっき見たな、これ。同じでいけるでしょ、最近。やばい、アサシンが死ぬ。ヒーラーがさ、右見て左見てめっちゃうまくやってんのよ。これ、このパーティーの最重要人物はヒーラーです。間違いありません。いや、無理。え、どうしよう。左のが辛いよな、多分これ。いや、どうなんだろう。でも真ん中に置いて、なんとかするしかないの、もうこれ。もうしょうがない。行こう。ほらー、死ぬなー、アサシン死ぬな。よし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 。もう祈り、祈りなんだけど。はい、ギリギリ行けました。危ないよ、もう。危なすぎだよ。もっとなんかこう、左右はやめてくれ。うわ、うわ、これで、多分大丈夫、これは。速攻で、はいはい、そう。左はこれですぐ決着つくからね。さっきより全然楽じゃん。ワニとゴブリンみたいなやつの方が辛かったな。あ、これ、ヒーリングショット3つで、レベ3じゃん。よっしゃ、これ強いぞ。多分。おそらく強いと思う。さらに、あ、スピードブーストもレベル3にできるじゃん。これで、攻撃速度がめちゃくちゃ上がる。パーティーメンバーも。正直、悪くない。あとはな、体力上限上げられればな。防御力20。いやー、防御力20、アサシンにつけるか。アサシンにつけてみよう。ちょっと。もう耐えれん。耐えれん、もう我慢できん。え、何これ、簡単じゃない、こうでしょ、こうでしょ。あ、逆パターンのやつ。まあ、時にはこうやって楽させてくれないとな。これあれだね。パラディン1人前衛で残り3人公演してたら、このステージで積んでるじゃん。とんでもねえことだよ。今気づいたけど。よかった、この構成で。う、こ、こうか。いやー、辛いな、これ。いや、なんとかしろ。なんとかしてくれ。よし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 。とにかく、アーチャーが1体ずつ殺していくしかない。でもダメージの6割出してるからな、アーチャーが。
パラディンは 5% しか与えてない、もう耐えるだけになっている。まあ攻撃系のスキルつけてないのもあるけどね、ど真ん中でいいかな。エリートで何かこう劇的に何かが変わる何かが欲しい。頑張れ、いけ、まずい、ヒーラーが殴られてる、守れ。はい、勝ちました。よし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 、ちょっとぐらい殴られてもやられないからな。おお、来たぞ、ウォーリアー3人でフレイムアーマーいやー、どうしよっかなこれ。アサシンやめる、アサシンやめるとき来たのかこれ。いや、せっかく作ったんだからやるしかないだろう。変身ドワイ、果たしてどうなるのか何もわかりませんがとりあえず変身してみた。よし、サバイブビルがこれで防御力プラス60、もう不沈感になったな。あ、最大 HP500 きた。誰につけよう。じゃあベテランにつけるか。なんか微妙だなでもこれで完全に耐えられるようになったんじゃない。まあちょっと動き見てみよう。さあどうなる。はい、ダメージどれぐらい出るかだな、これでな。いいよいいよいいよ、悪くない悪くない悪くない。あ、それなりに殴りいけるじゃん、それなりに。 23% は与えてる。まあちょっとでも火力いくのかどうするのか中途半端だな。シャドウダガーこれ発動してんのか、そもそも発動してるか、だから火力出るんだよね。よし、恒例のやつ、まずい、左が1対1やってる勝てーなー。でも火力がなくなってしまった。アサシン切ったせいかわかんないけど苦しい。火力をくれ、火力が迷子です。ボタロ開く。まあこのベテランってタンク系だからタンク2枚でアタッカー1人しかいないんだよね。そりゃ火力不足にもなるわな、正直。そりゃそうなのよ、何の不思議もない。でも耐えるならこれだと思う。マジでタフいこいつらマジでタフ。アーチャーが死にさえしなければこのやり方なら負けない。敵が自然回復とか持ってなければ。なんか長いなこの雪原聖地。多分ね、次のボスがラスボスだと思うんだよね。なんとかここを乗り切ってハードモードのラスボス行きましょう。はい、パーフェクト来たね。店ということはこの次がボス戦です。欲しいもの、ダメージリップルがあれば。来た来た来た、よし、これでレベ3。さすがにレベ4はなさそうだね。レベ4なんてちょっと作れないもんな。ちょっといらないもの売るか。もうヒーリングショットもいらないんだよな、レベ3だし。スピードブースト重複するのかな、めっちゃ持ってるけど。いや、めっちゃ無料更新。あ、サバイブビルももういらないな、レベル3あるから。このトントをレベルアップできたら強いと思うんだよね。トントあるじゃん。あ、トントレベルこれで上がったぞと。よし、無料更新。あ、来た、ジェントルレインレベル3。これで負けたらもう割とどうしようもないみたいなことない？あ、リバイブブレスもレベル3にできた。よっしゃ、マジで強いぞこのパラディン。いや、トーント3にできたらマジ強い。でもあと2個必要だからちょっと厳しいかな。出たらな、出てくれたら強いんだけどな。あとあれだ、このプリシジョンショットもあと1個でレベル3だな。結構リーチが多いね。トント来てくんないかな。あ、来た、よし、プリシジョンショットもこれで揃いました。はい、レベ3、アーチャーも完成したあとトントとイナーシアストライクとシャドウダガーだな。もうそんなに残り多くないぞ、まあ、多分ちょっとイナーシアストライクは無理だろうけど、トントが来ないな。あ、シャドウダガー来た、よっしゃ、まさかレベ2が来てレベ3完成。おいおいおい、やばいぞ、マジで強いぞマジで。これで負けたらもう完全に構成が悪いとしか言いようがない。トーンと来なかったか、まあ、あとはお金かけて更新していっていいと思うの。多分ね、お金使い切っていいと思うんだよね、更新。よし、あと1個、トーンとあと1個頼む、来てくれ更新。ない、おいおい、イナーシアストライクリーチじゃねえかこれで。もう1回更新500なんだけど、更新ない、ない、もうこれがラスト更新です。せーの、はい、来た、よっしゃ、揃った。トーンと、これ何マス挑発になるんだ。すべての敵を挑発する最強かよし、準備は万端、整いました。行くぞ。これで多分ね、ザコも湧くと思うんだよね。ザコ湧くどころか全体に敵がいるんだけど。まあでもこれ、ベテランと2体ずつ持てばいいね。なんだったら。さあ行け、痛い、まずい、アーチャー狙われてんじゃん。おいおいおい、なんとかしろよ。早く下のやつ倒せ。オッケー、いいよ。いけるいける。パラディンはほっといても大丈夫。死なないから、そいつ。よし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 。勝てる、勝てるぞ。あー、生きたー。勝利。
はい、というわけで無事ハードモードまで攻略することができました。いや面白かったな。まだまだでも全然アンロックしてない部分もあるし、もっと遊べそうだね。今度機会があったらまたやろうかなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。皆さんもねちょっとこれ遊んでみて、このスキルとこのスキルの組み合わせ強かったなみたいなあったらぜひね教えてください。ご視聴ありがとうございました。こういうゲームねまだまだやっていこうと思っているので、面白いと思ってくださった方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。